お待たせいたしました。阪神甲子園球場です。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは坂口。第6球を投げました。空振り三振、バットアウト。左バッターボックスは川端。第3球を投げました。これは引っ掛けた。1、2塁間へ、ベースカバーに入る。メッセンジャー取ってアウト。バッターは3番山田。第4球を投げました。打ちました。これはライトフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。メッセンジャー上々の立ち。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは高山。投げました。打った。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには横田。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間の打球、1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番北条。第4球を投げた。打った。破ってった。北条、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第3球を投げた。低めのボール引っ掛けた。山田、落下点に入った。掴んで、これで3アウトになります。1回が終了しまして、2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは畠山。見逃し三振。バッターは5番雄平。さあ5球目、低め、空振り三振。2者連続三振になりました。右バッターボックスはバレンティン。投げた。ボール、フォアボール。メッセンジャー、ストレートのフォアボールを与えます。さあ5球目、スプリット、空振り三振。2回の表が終わって、スワローズ2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターはゴメス。第3球を投げた。打ったに当たりだ。打球はレフトへ。レフトバックしていった。ヒットになります。ゴメス、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた。あーっと、ショーフライになった。取りました。送ることができません。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。第5球投げました。低め、空振り三振。バッターは8番岡崎。岡崎、背番号。第5球投げました。打った。抜いていった。ボールは中継。岡崎、いいバッティングを見せました。タイガース先制のチャンスを迎えます。背番号50。さあ第6球をランナー自動的にスタートします。三振。得点圏にランナーを送りました。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは中村。投げました。打った。流し打ち。ファースト真正面。ゴメス、ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。148キロ直球、空振り三振。打順は1番に帰って坂口。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました。アウトコース低め、空振り三振。最後はスイングアウトの三振で仕留めます。タイガース、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは高山。第1打席はライトフライに打ちました。ヒット。高山、ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。左バッターボックスは2番横田。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁アウト。これはアウトです。第5球投げました。インコース高め、空振り三振。バッターは4番福留。第1打席はセカンドフライに倒れています。第5球投げた。打ちました。ライトの右にボールが上がっている。ライト交代。取って、これで3アウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは川端。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた。変化球、空振り三振。三者連続。バッターは3番山田。第1打席はライトフライに倒れています。第4球は打った。これはいい当たりだ。入れば先制だ。さらに伸びて入った。バッターは4番畠山。これが2度目のバッターボックス。第4球を投げた。
打ちました。サード左、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番雄平。今日の第一打席はスイングアウト。投げた、打ちました。ファースト右への打球、ゴメス一塁、ベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって4回の裏、1点を追いかけますタイガースの攻撃。この回の先頭バッターはゴメス。第3球を投げた、打った、川端ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。ゴメスいい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。次は5球目、投げました、打ちました。ファーストの横、畠山自分でベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。第5球投げました、打った、ボールはライナーでライトへ、取りました。これでスリーアウト。タイガースわずか。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはバレンティン。第1打席はフォアボール。投げました、打ちました。これはファースト真正面、ゴメスそのままベースを踏んでアウト。バッターは7番今波。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。これは引っ掛けた、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番中村。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、これはヒットになります。中村いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー杉浦。杉浦投げました、空振り三振、ボール球で仕留めました。5回の裏、1点を追いかけますタイガースの攻撃。投球これから5球目、打った、1、2塁間への当たり、1塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャーメッセンジャー。次は5球目、スプリット空振り三振、高めの変化球にやられました。第4球を投げました、打った、強い当たり、入れば同点だ。打球はそのまま伸びていく、ライトセンター見送った。バッターは2番横田。第3球は打ちました、当たり底でのサードゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せてくれました。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは坂口。ここまで2三振といいところがありません。次が4球目。投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、打球が転がっている、ボールは中継、坂口ツーベース、タイガースピンチを迎えます。バッターは2番川端。ネクストバッターサークルには山田。第3球はここで送ってきました、ピッチャー前に転がした、タッチアウト、ワンアウト。送りバントは失敗に終わりました。ワンアウトランナー一塁に変わります。右バッターボックスは3番山田。今日3打席目、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中間へ、ワンバウンドヒットになった、レフトからセカンドへ、山田ツーベースヒット、タイガースピンチを迎えます。右バッターボックスは4番畠山。今日は三振とサードゴロ。さあ6球目、投げた、見逃し三振。バッターは5番雄平。今日は三振と、第5球投げた、打った、ヒット、バックホーム、間に合うかどうか。続いて2塁ランナーも今ホームイン、スワローズ2点入りました。バッターは6番バレンティン。今日はフォアボールとファーストゴロ。投げた、パスボール、そして今拾い直した、ツーアウトランナー2塁に変わります。次が4球目、投げました、ストレート、見送ってフォアボール。左バッターボックスは7番今波。今日は三振とセカンドゴロ。次が4球目、投げました、あっと引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって杉浦降板。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番北条、打ちました、打球は三遊間へ、ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番福留。今日はセカンドフライとライトフライ、直球外れてフォアボール。バッターは5番ゴメス。さあ第3球を投げました、打った、
川端取った、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは中村。ピッチャーを交代。8番キャッチャー。投球これから4球目。外角低め、空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。に変わりまして山田豊洲。投球これから5球目。アウトロー、空振り三振。2者連続三振。第5球投げました。流し打ち、どうだ。レフト前ヒット、クリーンヒットです。坂口ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番川端。投げました、打ったいい当たりだ。打球は右中間に上がっている。ワンバウンドヒットになる。ボールは中継。スワローズ1点入りました。4対1。今日2本のヒットを放っている山田。タイガース、ここで点が加えられるようなことがあると非常に厳しくなってきます。打ちました、二遊間、ライナー破っていった。ボールは中継。山田、いいバッティングを見せました。タイガース、なおもピンチが続きます。第4球を投げた、外角低め外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。タイガース、ピッチャーと5番、ライト、ユーケイ。さあ、投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。7回の表が終わって、松岡降板。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃。トップバッターは鳥谷。今日はピッチャーフライト。ライト2個目、空振り三振。バッターは7番西岡。今日は三振とライトフライ。第5球投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。ボールが転がる。西岡ツーベースヒットを放ちました。初安打。バッターは8番岡崎。第3球を投げた、流し打ち、畠山ボールを取る。畠山ベースを踏んでツーアウト。タイガース、なおもチャンスが続きます。さあ、チャンスが広がってヘイグに変わりまして、背番号36。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、取って、これで3アウトチェンジ。結局3塁残塁で終了です。8回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターはバレンティン。第3球を投げました、打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ。北条掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番今波。今日はここまでです。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第5球投げました、打った、西岡ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。安藤、三者凡退に抑えています。ルーキー降板。マウンド、タイガース、この回1番からの好打順になります。先頭バッター。第5球投げました、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン。バッターは2番横田。これが4度目のバッターボックス。投げました、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン。右バッターボックスは3番北条。第4球は4番福留。今日4度目のバッターボックス。さあ、第3球
打った当たりだ。右中間のフライ、ヒット。福留ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは5番ゴメス。これが4度目のバッターボックス。第4球は打ちました。これはいい当たり、入れば逆転だ。打球はそのまま伸びていく。入った、入った、ホームラン。第8球、左バッターボックスは6番鳥谷。第5球投げました。打った、これはいい当たりだ。伸びた、伸びていった、ライトを見上げた。左バッターボックスは西岡。第3球を投げた、インコース引っ張った、いったか、どうだ、入るか、ライト下がった、ボールはセカンドへ。西岡いいバッティングを見せました。秋吉こう、さあ追加点のチャンスにバッター岡崎。投球はこれから3球目。打った、流し打ち、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。安藤、ピンチヒッターは新井に変わりまして、第4球を投げた、打ちました、大引き取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして、ピッチャーを変えてきました。代打は森岡。変わりまして、第6球を投げた、見逃しの三振。打順はトップに帰って坂口、今日はここまで4打数2安打2三振。投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール、フォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターバントの名手大引き。タイガースここは何としても抑えたい場、低めボール球打った、センターへのフライだ、取りました、試合終了。タイガース2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローは高山、本当に今日は大活躍でした。